フレデリクス・ハムンの和訳は、1809年9月17日に、ロシア帝国とスウェーデン王国との間に結ばれたフィンランド戦争の講和条約。この条約でスウェーデンは、ロシアに、フィンランド全土とオーランド諸島の割譲を認めることとなった。なお、1807年に結ばれたティルジットの和訳において、フランス皇帝ナポレオン一世は、 ロシア皇帝アレクサンドル一世にフィンランド自由処分を認めていた。またこの条約によって現在にまで至るスウェーデンとフィンランドの国境線が確定した。オーランド諸島を含むフィンランドの活譲はスウェーデンにとって過酷な和平であった。なぜならフィンランドは600年にわたってスウェーデンフィンランドとして完全にスウェーデン王国の一部であり、 その中央部、すなわち歴史的地方区分でのノールランドの分割をも意味していたからである。アレクサンドル一世は皇太子時代に勃発したフィンランド戦争の最中にフィンランドで起きたアニアーラ事件にヒントを得て、この分割を後に思いついたとされる。スウェーデンに対するこの過酷な分割活情は、すなわちバルト帝国の完結を意味したのである。 アレクサンドル一世はすでに1809年3月25日にフィンランドのポルボーで開かれた身分制議会において初代フィンランド大公として自らついた。アレクサンドル一世は解放者としてフィンランドの外交権を除いた自治を認めたことでスウェーデンとフィンランドの決別は必死となった。さらにフィンランドにおけるハミナノワ兵はフィンランド大公国の成立と 同じくした。一方、この戦争を指導したスウェーデン王グスタフ4世は、すでに国王ではなかった。アレクサンドル1世がフィンランド大公についた1809年3月に、クーデターにより廃位されていた。スウェーデンは、このクーデターによる臨時政府によって、本条約及び、デンマークとのイエンシェエッピングの和議、翌1八百十年にフランスとのパリ条約を締結している。 このフレデリクス・ハムンの和訳の内容は、後にスウェーデン王大使となったベルナドットとの会談、さらにナポレオン戦争終結後に行われたウィーン会議によって正式に承認された。ありがとうございます。